今回は改良型特急列車と一般型旅客列車の再現した車両を紹介します。前置きなんて必要ねえんだよ。準備できるぜ。おい、まずは一般型旅客列車から。半和線205系です。全番台と区別するためのオレンジの帯が追加された後の姿を再現しています。デザインと配分はこれ。ライン感がかなり黄色に近いので、これじゃない感がある人は各自で調整してくださいね。次は神戸電子鉄道線500型です。無理やり再現です。デザインと配分はこれ。近郊型旅客列車だとドアしか再現要素がないので一般型旅客で再現しましたが、 A 列車 3D ではこれが限界です。かっこ多分。次は名古屋市営地下鉄2000型です。前面こそにという感じですが、側面はわりかし似ています。デザインと配分はこれ。紫の中に白が入るのが特徴的。実はこれ他の名古屋市営地下鉄の車両に有用できます。東山線5050型はライン1と3を黄色にするだけで再現できます。5000型はさすがに側面もわりかし違うので再現はしていません。桜通り線6000型と軽井沢線7000型は若干配色が変わります。ライン2の白帯が消えて無塗装になっています。今回は車体の色よりやや暗めにしましたが、別に同じでも良いでしょう。7000型を再現するときは以下の通りに再現すると良いでしょう。名古屋市営地下鉄は名城線と桜通り線以外は定期運用で地上に出るので、地上を走っていても違和感がない車両が多いのも良いですね。次は西武6000系6157F です。2015年4月18日から1年ほど黄色くなった6000系6157F を再現しています。デザインと配分はこれ。前面に貫通扉もあれば完璧でしたね。ちなみに前回再現した401系と黄色の色が違うのは、この6157F はラッピングで黄色くなっているのでやや色に似合いがあるからです。一般型旅客列車の再現車両紹介はここまでです。次は改良型特急列車の再現車両の紹介です。まずは名鉄線系です。展望席がある車両は再現できないので、展望席のない1800系などとして使うのが最適かもしれません。デザインと配分はこれ。これも無理やり感があるので雰囲気重視で再現しました。次は名鉄線200系リニューアル車です。2015年頃からリニューアルされた1200系を再現しました。デザインと配分はこれ。こちらの方が割と再現しやすかったと思います。展望席のない2両の車両を連結して4両で走ったり、普通2両で走ることもあるので割と幅広く使える車両だと思います。次は485系霧島です。宮崎や鹿児島を走行する緑一色の485系を再現しました。デザインと配分はこれ。写真によって緑のイメージが違うので気になる人はこれも調整して使用してくださいね。次は485系白鷺です。2001年に登場した塗装ですが、2年ほどしか走行しませんでした。デザインと配分はこれ。もう少し青濃くしても問題ないかと思います。黒鉄色の485系などと一緒に走らせると良いでしょう。次は485系日立です。1992年に登場したこの塗装の485系は1998年まで活躍しました。デザインと配分はこれ。前面に膜があればもっとそれっぽく再現できてたのにな。写真を見るとライン1、3に相当する場所の色に差異があるように見えたので、ライン3側を濃い色に設定してあります。模型では再現されていないみたいですが、次は419系旧塗装です。前回は中間車を先頭車化した食パン編成でしたが、今回は先頭車が元くはね581の編成を再現しました。デザインと配分はこれ。前回気になった白帯を変えてみました。個人的にはこちらの方が好みですね。これのラインに関しても皆さんのお好みでどうぞ。次は583系北文旧塗装です。デザインと配分はこれ。この北文旧塗装に白帯はありませんか。これはデザイン芯によるものなので回避できません。本当はここを青にしたかった。実車同様夜行列車メインで走らせたいですね。改良型特急列車の再現車両紹介はここまでです。次はおまけです。2つあるよ。おまけその1。近郊型旅客列車で新たに2つ再現した車両があるので紹介します。まず1つ目、YC1 系です。佐世保本線などを走行するハイブリッド車です。デザインと配分はこれ。顔をもう少し黒くできればかなりそれっぽくなっていましたね。個性的な車両ですがそれっぽくなったかと思います。実車通りにすれば2両編成なので、パンタグラフが出ないのでかなり実車に近い再現になりますよ。いいね。次は BEC819 系です。名鉄2000系っぽい。たまたま再現したら見てしまっただけです。デザインと配分はこれ。先ほどの YC1 系と違って車体が白色なのでわりかし目立ちますね。実車は香椎線や鹿児島本線などで活躍。前回紹介した西鉄300型と並べるのも良いですね。実車が並ぶことはなかったようですが、おまけ1つ目はここまでです。おまけ2つ目は久々の前面展望です。先ほど紹介した583系北文旧塗装の夜行列車の前面展望となります。相
行するマップは新規でコンストラクションモードで作成したマップです。先に次回予告をすると、次回は高性能特急列車と改良一般型列車の再現車両について解説したいと思います。あといつものチャンネル登録もお願いします。デハイド全面展望。
ご視聴ありがとうございました。